皆さんの耳が幸せになるまでに、ヘッキニュー、イヤーアニュアセヨー、パクニダー、ジュン。今日のゲストは、ジュンちゃんです。自己紹介をお願いします。はい。はじめまして、僕は、ジュンちゃんです。日本に来た2ヶ月くらいになりました。もともと韓国で、ムルンドワンっていうバンドでギタリストとして活動しました。何しに来ましたか、日本で。もともと日本の J-POP がすごく好きで、日本で音楽がやりたくて、はい、日本に留学を来ました。僕と一緒ですよ、はい、本当ですか。今日レビューしようと思う曲はあいみょんの愛の花です。愛の花、あいみょんも韓国でめちゃくちゃ人気なんですけど、今日どんな目線でレビューする予定ですか。もともと僕がギタリストですから、ギタリストの目線で見るつもりでしたけど、あいみょんはポップロックのジャンルだから、ギタリストの目線で見にくい、難しいと思って、韓国人の目線で見る予定です。いいと思います。それでは、いっぱい飲みながら行きましょう。乾杯。韓国は目上の人の前でお酒飲むときには確かにこうやって飲むんですよね。はい、楽にしてるんです。全然大丈夫です。それでは行きましょう。はい。最初から心が温かくなる感じですね。はい、どうですか、こんなアコギ、はい、アコギから始まるんですけれど、はい、なんか僕としてはめっちゃ生き返る感じで、本当に落ち着いてる感じになるんですけど、はい、そうですね、僕もなんかギターだけで、こんな、なんか単純なギターコードとして始まるのが癒される。なんか耳が癒される。確かに確かに。かにはい、いいですよね。はい、それでは行きます。かわいい。かわいい。あ、そうですね。韓国人としてあいみょんはどうやって知ってましたか。あいみょんは最初に知ったきっかけの歌は、君はロックなんか聴かない。あ、確かに、はい、それで最初に知って、アルゴリズム、アルゴリズムなんか、インスタのリールとか、YouTube のショッツ、で多分韓国人、今の韓国人が全部ショッツとリール通じて知るきっかけがなった歌手だと思います。おお、はい、そうですね、はい、めっちゃ可愛いじゃないですか。はい、可愛いです。いきます。これが日本の感性だと思いますね。はいはい、またあの時代の、はい、90年代の文化がまた流行ってると思うんですけど、音楽にもそういうことありますよね。はい、なんか今の韓国のバンドも昔のサウンドを再現するのが流行っています。おお、確かに確かに。なんでだと思います？まあ流行は、まあ戻っているから。あ、確かに確かに。はい、あ、そうですよね。はい、流行は回転っていうか、そうですね、そうですね。タイミングはこのタイミングじゃないかなって思います。またあんな時代が来てる感じです。はい、まあ服もそうだし、そうそうです、ね、音楽もそうだし。確かに確かに。はい、おお。お。最近あいみょんのヘアスタイル、はい、真似してる女性が韓国にも増えた感じなんですけれど、はい、段差があるっていうか、ああ、
シャギ、シャギというか、前髪はパツンとして、今ちょっとあいみょんさんとちょっと似てる感じがあるんですけど、ああ今日のためにちょっと、あそうですか、ちょっと、すごいですよね。あいみょんさんのために本当にいろんなことが流行ってる感じで、ああそうですよ。もう本当なんか今の時代で力がありそうな。今韓国の女性の若者たちも全部そういう髪の毛してる人が多いです。すごい、あいみょんさん可愛くてみんなあいみょんさんになりたい気持ち、僕も一緒ですけれど、憧れる。あそうですね、みんな憧れてます。僕も男でも憧れる。あそうですね、行きましょう。綺麗。あのヘアカラーも最近バズってるんじゃないですか。ジンジャーヘアっていう。あ本当。あジンジャーヘアって言うんですか。そうです、あのアンブロも結構昔のブランドじゃないですか。アンブロ流行っていいんじゃないですか。そうですか。はい。かわいい。あんなピュアな顔っていうか、本当日本の良さだと思いますけれど、日本の女性はめっちゃピュアな感じが多いんじゃないですか。韓国と日本の女性の中で誰がもっとかもうタイプですか。あ、僕ですか。はいはい。僕は日本の女性が好きです。なんで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 。あ、なんていうかなんか。日本の女性は優しい、優しくて心があったかい。ああそういう、それとかわいいんじゃないですか。確かにかわいいです。まあ韓国の女性もかわいいですよ。そうですね。でもはい、なんかもともと昔から日本が好きで。ああそうですか、はい、日本の女性と付き合ったことあります。ああそれは秘密です。わかりました。すいませんすいません。いきます。はい。おお、かわいい。顔の唇の横に点点って言いますか？袋がめっちゃ魅力があるじゃないですか。あれは本当に。あいみょんさんの心って言える感じですよね。本当にもうシンボルっていうか。ああそうですね。それとなんか日本の方は顔になんか袋が多いんじゃないですか。それが魅力だと思います。おーそうですね。はい。かわいい。全然28歳に見えないです。全然見えないです。はい、本当若く見えるんじゃないですか。はい。まあ、高校生だって言われても、信じれる。そうですね。すごいですね。めっちゃ童顔ですよね。はい。あと、MV も。はい。MV もそんなに派手じゃなくて、はい。格好もそんなに派手に、はい。しなくても、こんなに音楽と似合って、本当にいい演出じゃないかなと思うんですけれど、はい、日本語めっちゃ上手いですよね。あ、本当ですか。はい、切って2ヶ月でそんなに。あ、もともとオタクなので。いつの間にか聞き取れができることになって、軍隊で、まあ、JLPT 勉強して独学で。えらいですよね。それで、はい。おー、すげー。また行きます。はい。おん、このマッチングのドラムもめっちゃ、はい、雰囲気が変わるんですね。すごくなんか初恋の相手の感じ。あ確かに確かに。自分で撮ってる。あ、さっきのカメラで自分で撮ってる感じかな。はい。おー、すごいですよね。あ、いいですね。おー。
MV の制作の量もめっちゃ、うん、コスパめっちゃいいですね。節約おでも音楽とも、さっき言った通りに、はい、初恋のイメージもちゃんと言う、はい、伝わる、伝わってる、伝わってるし、こんなしっとりしてる音楽とめっちゃ似合う MV だと思います。ああ本当です。これはあいみょんさんだからできることだと思います。あとで PRT も、あでも僕らずっとこうやってしたらこんな感じでちょっとこんなアナログ感完成で、はい、撮る気ありますか？あ全然ないですね。あんなピュアなイメージで演じるのは本当にできないです。うん、そんなピュアな人じゃないか。できると思います。パクさんも動画だし。あ、ありがとうございます。はい、同じ年って感じてないですか、皆さん。同じ年です。あー。あーすみません。ああ。ああ。本当あいみょんさんの得意、僕は言ってもいいかわからないけど、歌詞の表現力っていうか。ああ。うん。はあ、さすがに歌詞がめっちゃすごくなんか。素直で、ストレートだからこそ、なんか歌詞の内容が共感できる。あはい。すごいですね。はい、それと憧れる。はい、表情からも、はい、なんか今、はい、演技もめっちゃ表現力が高いかなって思うぐらい、はい、本当に。今も音楽が爽やかななった時、はい、めっちゃフレッシュな顔で自分もあの爽やかな気持ちを感じながら歌ってる姿が本当に素晴らしい。さすがプロですね。ああすごいですね。ああ可愛い。あの字幕っていうかクレジットもめっちゃ、あそうですね、レトロ感じですよね、はい、あどうでしたか。あすごく良かったです。あ本当、はい、癒される。そうですね、はい、愛に落ちました。僕も一目惚れしました。愛の花って言うんだけど、愛の花は本当にあいみょんさんじゃないかな。あーそうですね、あいみょんの花。そうですね、愛のあいみょん、愛のあいみょんの花。おどちらでも本当にあいみょんさん可愛く、うーん、キュンしました。乾杯。乾杯。あいみょんさん、乾杯。さすが日本のあいゆって言うんじゃないですか。あ確かに、はい、韓国のあいゆっていう歌手があるんです、いるんですけれど、うん、あの人とめっちゃ似てるイメージっていうか、あいゆさんも最初は、はい、多分あいみょんさんからインプレーションもらって、はい、あのアコギを持ってって歌いながら歌ったんじゃないかなって思う、はいはい、ああそうですか。あいゆさんがもっと年上じゃないですか。あじゃないです。あいゆさんがもっと年上じゃないですか。あいみょんさんがもっと早くデビューしたんじゃないですか。あーデビューデビューの日は分かんないですね。そうかもしれないですね。めっちゃ似てます。はい、確かに。まあジャンルも違うけど、うん、なんかそういう雰囲気がすごく似てる感じで、本当に今日もいい勉強になりました、はい、これからも皆さんの耳が幸せになるまでに皆さん努力といいねとアラーム設定よろしくお願いします。お願いします。それでは皆さんハッピーニューイヤー。え、もう全部見ちゃったんですか。スキップとかしなくて。そしたら
これとこれも見てください。